ぱいいるね。ご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは兵庫県の内陸部にあります北播磨というエリアから河川の堤防などを歩いて野鳥などを撮影し季節の移り変わりをお送りしております。何かね、昨日と同じような映像が見えておりますけれどもね、このようにあのダイサギとかね、カワウが集団で、行動しているのをねよく見かけるようになりましたけれどもね、何かそういうシーズンというのか、そのようなタイミングがあるんでしょうかね。ご覧いただいている方はね、ほとんど私以上に野鳥に関心のある方、あるいは詳しい方が多いと思うんですけれどもね、そういった何かそういう季節というのがねあるんでしょうかね。こちらはね、イソシギの滑らない足でございますけれどもね滑ってるけどね、まあさすがのイソシギの足でもね、この急斜面めちゃくちゃ滑ってるやん。ちょっと持ちこたえられなかったのかな。結構あの流れの速い場所を歩いたりねしてても結構踏ん張ってることが多いんで、めちゃくちゃ滑ってるよこれ。めっちゃ滑ってるやんこれ。踊った、なんか踊った。いや滑ってる滑ってる。さすがのイソシギでも滑るんだねこれ。めっちゃ滑ってるって。イソシギの足をね、何か写真でも持ってると滑り止め、いわゆる受験の守りにでもねなるかなと思って、そういう動画も上げてみたこともあるんですがね、これめっちゃ滑ってるな。このあの何でしょう、石垣というのか、まあ、コンクリートの隙間にね何かこう餌が、獲物がねいるようですね。何か昆虫というのかな、何か幼虫のようなものをね捉えましたね。これいるね。イソシギはこのようにね、水際をこういうふうに器用に歩く姿を結構見ますけれども、これはマムシが出るようなものだね。これは歩くところじゃねえよ。これはダメだこれ。今回はちょっとこのようなね、堤防が途切れている場所があってね、無理やりこう、まあ、歩きにくい場所も歩いたりねにしましたね。このようにこのダイサギとカワウが共にこう行動をね一緒にしているというね、そういう姿をねよく、なんでしょう、ここ 2,3 日かな見かけているんですけれどもね。このチャンネルではね、このように、まあ、堤防を歩いてね野鳥を撮影していることがあるんですけれどもね、野鳥を紹介しているのか堤防を紹介しているのかわからないというね、何のチャンネルかわからんようになってるんですけれどもね、結構この北播磨にはこういった川の堤防ほとんどがね加古川流域になるんですがね、いい散歩道というのかな、そういうコースがありますのでね、いろいろちょっとまあ発掘というのか野鳥観察しながらね、なおかつ散歩をね
できれば片道10キロぐらいのね、堤防見つけてみたいなと思ってるんですがね、まあ、結論から言いますと今日はね、10キロぐらいはね、往復ですね、うん、歩くことができました。どうしてもこう車道に出なければならないようなねちょっと難関がありましたけれど もう結構ねそれでも歩くことができましたのでね。さあ私がねこのように、まあ、なんでこんなようになってるのかというかこのように野鳥撮影してね、まあ、動画をアップするようになったというきっかけはねよくお話ししているのは、まあ、ダイエット目的の散歩ということでね、その途中でいろいろな冬鳥をね見つけたので撮影するようにスマホでなったのがきっかけというようなことを言ってるんですがね、もう一つねきっかけになった出来事というのが、まあ、ありまして、というのはねちょうど昨年の今頃ですね、家族がちょっとまあ1ヶ月ほどね、まあ、緊急入院といいますかそういう事態が生じましてね、まあその間こうスマホを抱いて寝るような、いつどんな緊急連絡が入ってくるかわからないような状態でね、まあ身動きが1ヶ月ほど全く取れない状態が続きまして、まあ幸いねまあ退院することができたんですけれどもね、まあそういったことをきっかけにね、まあこれはちょっと動ける間に動いておかないとね、これも家族のみならず私自身もねいつどんなことがあってもおかしくないような、まあ年齢もそうですけれどもね、まあそれほど健康的な生活を送っているとはね言えない、そういった自覚もありますのでね、少しでもまだこう体力が残ってる間にというかね、動ける間にねすることそうですよね。ちょっと桜の名所もね今のうちに探しておこうということでね、これ水遊びするのはいいだろうね、これ渡ってみようかな、怖いけど怖かったね。でもいいね、ここすごい浅瀬で子供でもこう入れる感じ。この前から山の中に入りましたけどね、抜けられるんかな、大丈夫かな。これね、川下神社、こうちょうど支流に分かれるところに結構ね、ありますよね。まあ、ここでね、こう西にいる川と、こうか、3つ分かれてるか。こちらが、ね、入ってきたか。川下神社というのはね、こう支流に分かれている場所にね、この北播磨というエリアにもいくつかありますね。何かこう、守り神というんですかね、やはりこう支流に分かれているところっていうのは増水時に水があふれやすいような場所になるのか、まあ大事な場所というのかね、そういったことなんでしょうかね。このね歩いた場所っていうのはこのように川のすぐ近くに山があってね、カワセミがねいたんですけれどもね、ちょっとこうちっちゃい、先に見つけることができなかったのでね、ちっちゃいなこれ。どこにいるか分かりますか、カワセミが。これが限界でしたね、今日のカワセミはね。ということでね、今回もまあ懲りずに上流を歩いてみたという感じなんですけれどもね、
どちらかというとこう上流の方がね、野鳥というのが数が少ないように思います。特に渡り鳥のカモの仲間というのがね、ほとんど見かけることがなくってね、今回はあの小ガモはね、ご紹介できたとは思うんですけれどもね、他のこう冬鳥というのかな、全く見かけることはなかったですね。まあ、どちらかというと、まあ、下流の方が、こういった冬鳥にね、出会うことは多いように思いますね。このチャンネルでは、兵庫県の内陸部北播磨というエリアから河川の堤防などを歩いて野鳥を撮影し、季節の移り変わりをお送りしております。気が向いたらまたお越しください。